はい、皆さんこんにちは、藤本です。今回はこちら、避妊去勢についてです。避妊去勢、小春ちゃんがもうね、半年超えて7ヶ月ぐらいかな、それぐらいだんだん大きくなってきた時にこの避妊去勢をね、考えると思います。その時に、こういった質問を受けるんですね。うちの子もうめっちゃ元気で、めっちゃ考えたりするんですけどね、性格って丸くなりますかっていう質問です。ね、よく本とかでもあるかもしれないんですけども、これ基本的に答えが決まってるんですね。性格は変わりません。その性格っていうのは、そのワンちゃんが持ってる性格っていうのは2つです。遺伝とこれまでの経験、この2つで性格っていうのは決まります。なので、避妊去勢をしたからといって、性格が丸くなりました、噛まなくなりましたっていうことはありえません。はい、なので、そういった遺伝とね、これまでの経験がそういった性格になっておりますので、それかはどうやってやっていこう、どう暮らしていこうっていうのをね、考えていくのが一番かなと思います。避妊去勢では性格は変わりません。はい、これでもね、知っていただけると嬉しいです。以上、藤本でした。